まあ、楽器は好きなとこでやってもらっていいけど、怖えよ、俺。うん。一回、あそこの、うん。潮目にぶん投げてみようかな。いいよいいよ、やってみて。試しに。俺見てるわ。なんか、そこからも抜き上げるのも思いっきり。だね。確かにそこの潮目熱いよね。あれは、ねえ。ねえ。だから、ボーンって言うの、あれ気になる。気になる気になる。ええと思ったもん。でかかった。うおぉ、あ、やべ、落ちた。タチウオじゃん。今日持ってようか。引っかかって取れねえかな。うん。よいしょ、あれ。びっくりしたー。それはホール中に降ってくるわ。よいしょ。今日ヨット持っていいよ。魚取ってきてる。あ、すいません。大丈夫ですか？はい。楽器来た。楽器。さっき来た。タチウオって俺初めて釣った。すご。すごいっすね。歯が。だからあれ、引きがあれだったんだ。ですかね。抜ける感じだったんだ。はい。わぁ、すごいなぁ。すごいね。これ、尻尾とか食われてるんですね。なんか噛まれてるよね。そうですよね。青いやつがに。すごいキラキラ。それ持って帰るの？いや、持って帰らないです。さすがにタチウオ釣れるとは思わなかったんですね。ね、写真撮る？今カメラは一応回してるけど。あ、本当ですか？俺も今回します。途中からですけど。スマホで写真撮ろうか。出たよ。しかもなんか跳ねたしね。そうですよね。あれ青物だよね、多分。あれ青物だと思います。なんか結構でかくなかった。でかすぎるね、あれ。って思いますね。ね、一瞬それがかかってんのかと思った。いいよ。はい、チーズ。はい。ビッタね。やった、青もんだなんて思ったら。タチウオ初？初っすね。いや、でも俺ここでタチウオ釣れるって知らなかったです。嘘。この間 YouTube のコメント欄に鳥の海でタチウオ今釣れますよって。あ、本当ですか？しかもボトムでって言ってた。まさにその通りじゃん。そうですよね。いやー、怖えなー。うん。あ、なるほどね。ここで行くか。でも全然この辺でも釣ってる人とかいたりしたんで。あ、そうなの？はい。ここで行くか。でも先端の方が間違いなく釣れると思う。まあね。ただあそこに鳥溜まってるんで、あそこもしかしたら熱いかもしれない。あそこね。はい。いや、これハゲだったらいいんだけどさ。そうなんですよね。この、本当なんか、なんでもないところで滑るの知ってっからさ。そうですね。怖いんだよね。タチ、あ、じゃあお願いします。タチウオと、あとなんだろう、あげ。あの跳ねたやつなんだろう。黒かったですね。黒かった。でもああやって飛ぶのは。青物とかですね、ヒラマサとか。そう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 。好きですよね、うん。シルエット的にも青物だったよね、あれ。そうですね。絶対50はある。あった、あった。めっちゃでかかった、あれ。うん。これむずい！パンチがいい。パンチがいい。
あ、来た。シャフィッシュ。あ、来た。シャフィッシュ。フィッシュ。フィッシュでございます。フィッシュ。よっしゃー、でかい。いやー、来た。綺麗に食いかかってますね。綺麗に食ったね。持ってるか、これ。うん、パンチがいい。パンチがいい。パンチがいい。アピア。アピアアピア、なんか口のところがなんか、あの、アイマの毛とかなんか、うん、あれにちょっくり似てるね。いや、綺麗に食ったな。口開いちゃう。よし。でかい。これでかいっすね。すごいね。やったぜ。お腹もいい具合に感じますね。ねえ。プラグマンなんで。プラグマン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 です。プラグマン、直坂さん、ナイスヒット。いや、ありがとうございます。はい、ちょっと測ってみよう。測りましょう。測る。もうね、超デッドスロー。うん、超デッドスローで、はい、真ん中より手前に入ってきた時に食ってきた。あ、うん、イエイ。これもさ、毎回ポーズ取んのもさ、イエーイ。気持ちいい、この食い方。いいですね、あの、後ろじゃなくて、ね、前のフックにかかってるっていうのがいい。そうそうそう。じゃ、こいつ重いな。卵持ちですね。うん。よし。サイズを。でも60ないかな。同じぐらいかな。55は間違いなくあります、ね。55はあるね。55、6ぐらい。55。55。よし。何し。55だ。なんか立派な対抗してますよね。ね。じゃあ、マゴチってなんかさ、太いのはいるんだけど、長さがさ、ね。そうですね。そう。いやいやいや、まだまだ。よかった、プラグ信じて投げて。そうですね。これってあれなんですか、結構、沈むスピード速いんですか？これは、やっぱり遅いよ。あ、うん、ゆがゆがして落ちてくから。だから、あの、着水したら、糸捨て取って、我慢して沈める。流されるし、はい、なかなかそこ取れないんだけど、はい、ずーっと待ってて、でもうそろそろいいかなってぐらいで巻き始めて、今日はやっぱりなんかバームとか新編とかそういう系ですよね。そうだね、なんかそんな気しますよね、うん、よし、生きてるうちに逃がしてくるこの間打ち上げられてるまま落ちました。マジでかわいそうよね。ちゃんと返してあげればいい、うん、よし、ういへい、バイバイバイ、よいしょ。6マグ願って、はい、いると思うんだけど ね、 うん、さあ、ということでパンチがインのデッドスローということでマゴチ1本いただきました。さあ、次行ってみよう。フィッシュ、食ったフィッシュ、あー外れた、バゲた、ガッキー、ガッキー、
ラッキー、来た よっしゃー、よっしゃ、イエイ、プガグマン、あいつは落ちましたけど出ましたね、渋いなんかやっと日本でやっと出た出ましたね、長かったですね、やっと出たよ、もう心折れてた、いや俺も折れてたねダメだもういややったー、魚見ると元気出てきますね。ありがとうございます、ありがとうございます、合間の人テスターやりたいですそこで宣伝か合間の方見てたらチャンスですよ今ならお安くいいっすね、いや、いや曇ってきたから、あ、もしかしたらチャンスにちょっと なるかなと思って、確かにさっきまでカンカン照りでしたもんね、そうカンカン照りだから動かねえのかなと思って、あだんだん老害的ですかね、そう老害とになったらチャンスかなと思ったら思った通りって言っとくいやー渋いこの野郎、渋すぎる、しー今何時っすか、今12時くらいです、なんでこんな渋いんだよ、いやー沖だったよ、でもあ、ほんと、うん、すげえ沖、沖で、Twitch で食った、へー、うん、ゆっくり、うん、よし、はい、いいよね、あ、かもしれない、もしかしたら今から可能性あるね、老害となって、うん、うん、ねえ、もしかしたらこれからかもわからないね、うん、いやーバリスタープラグマンよ、プラグマン、あーちゃん今終わるかと思ってカメラ止めてたマジで、いやでもさ魚動きやしちゃおうかな、ねえ、うん、あ、入って入ってる、ここね、おー、タイミング的にはやっぱ一緒だもんね、うん、結構真ん中ら辺とか、うんうんうん、見えた、すごいです、来たでもでかい、あー、っけー、長くね、これこれでかいっす、長い長い長い、そんなでかいっすさっきよりでかい60、やったでかいね、疲れたっすよ、あー疲れた、今の腕めっちゃ疲れた、お坂さんがそれで沖ですって、沖の方ですから、うんうん、試しに仕事に帰ってみた、あー当たった、やっぱ明るすぎて手前にいなかったんだってことですかね、うん、やり60は、あ、いや、お、おっと、ガッキー60、あれなんか惜しい惜しい